食感の滅亡では、中国の三国時代における、義の東摩草、商会らが食感を滅ぼした戦いについて記述する。食感の上昇の諸葛亮が死去した後、食感の国力は徐々に衰えていた。そして、脅威の相次ぐ北伐と256年の段谷の戦いでの大敗により、国力は大いに衰えた。また258年以降に、寒岸の甲明らが、 政治権力を握り、職官の政治は大いに乱れた。従来の官中の防衛法は諸陣営を工作させて、守備するものだったが、脅威は諸陣営を引き抜かせ、兵を官、落の二条に集中させ、敵が疲弊して撤退した時に追撃して、敵を殲滅するのを目的とした防衛法に変えた。 食官の国力が衰えたと考えた、義の大将軍の柴明と、その部下であった、商会は食官を制圧できると考えて、駅州の地形を調査し、情勢を検討し、討伐の計画を練った。また柴明は船を大量に建造し、表向きは、呉を討伐する準備をしているように見せかけた。263年夏5月、義皇帝創官の直令が下され、秋、 食官討伐が開始された。トウモグサが兵三万洋引き艦末、靴中に駐屯している脅威を攻撃し、諸葛糸口が兵三万洋引き部外、共闘に進発、前後から脅威を攻撃することとなった。また、商会は1十万洋引き艦中を攻撃することとなった。脅威は義の食官攻撃を察知すると、 食艦皇帝の劉禅に援軍を要請した。しかしこう明は占いを信じて敵は攻めてこないと考え、劉禅に脅威の援軍要請を無視するように進言した。そのため援軍の出動は遅れ、商会が落国に唐もぐが靴中に侵入しようとする時になって、初めて竜火、超翼、唐傑らを援軍として派遣した。脅威は章海が 艦中に攻め入ったのを知ると、後退しようとした。脅威は、後退時にとうもぐさの武将のよう金らの追撃を受け、戦ったが敗れた。さらに脅威は諸葛糸口に大量を塞がれそうになったが、退避行動を取ったことにより、諸葛諸軍を回避することに成功した。諸艦の森軍、章岳氏が、勘城、勘軍を含むが、落城を、それぞれ五千人の兵で守られていたが、 紹介は、前将軍のリタスクと、森軍のジュミアス氏に、それぞれ1万人の兵を与えて、ハンスン、楽城を攻めさせ、個列に冷やす席を襲撃させた。これに対して、職官の少女は、個列に冷やす席を明け渡して降伏し、少女の同僚の付箋は戦って戦死した。冷やす席を落とした、紹介だが、ハンスン、楽城を落とすことはできず、迂回して、チョーク。 剣閣へと軍を進めた。さらに、四五道からは、義教大衆龍金が兵を指揮して黄金に駐屯する、柳院を攻撃したが、これも下すことができず、龍金は黄金より先へは進軍できなかった。この時になって、ようやく、蝶翼、凍結は冷やす関より南にある漢字にたどり着き、影平より撤退してきた脅威、遼からと合流して引き抜き、 剣格を守備することとなった。商会は剣格を攻めたが制圧することができず、また補給線が長くなり、補給が困難となったため、撤退することを考えるようになった。このため、東グサは剣格を迂回するという奇襲作戦を提案した。そこで、冬10月、東グサと商会の部下の伝キ明は剣格を迂回し、 影平より非常に謙遜な土地700余里を横断し、高油の手前で、植軍の副兵3部隊を破り、首相の馬を下して、高油を制圧した。この時、東摩草迎撃の命を受けた諸葛戦は、に駐遁しており、高高氏は速やかに進軍し、要害の地を固め、敵を平地に入れないように何度も進言したが、 諸葛戦は状況を伺う,うばかりで軍を進めようとせず、結局、免築まで軍を引き、香油を失うこととなった。同月、呉に、食官から、救援要請が来た。そこで、呉の孫安は、義を牽制するために、帝宝に、義の受春を、帝風、孫に、宙を攻撃させ、留平と、聖爽にもどこへ出兵するか協議させた。さらに、東桃草は進撃して、 諸葛戦が守る面築を攻めることとなった。トウモグサは、ただし、資産を派遣して、諸葛戦を攻撃させたが、破ることができずに敗退。退却してきた、ただし、資産はトウモグサに対し、勝利は不可能と言ったが、トウモグサは、ただし、資産をしっかりつけて、再び、ただし、資産を派遣して、諸葛戦を攻撃し、ついに勝利し、諸葛戦。 呂を従う、高鷹志らを撃ち取った。冬十一月、諸葛戦が撃たれたことを知った劉禅は、諸の勧めに従い、塔も草に降伏し、食官は滅亡した。また、剣閣を守っていた、京依らは、諸葛戦が破れたと聞くと、五万人前後の兵の指揮を、一人交換まで退いたが、劉禅の命令を受けて、商会に降伏した。また義軍が下せなかった。 最前線のハンスンのシ武氏落城の王を含む黄金の柳院らも、流禅の命令により解除を、降伏した。264年春3月、流禅は、落葉に移り、安楽健康に任命された。この頃、流禅の敗下の格翼が六軍の大衆、大将を率いて、義に降伏した。流禅を降伏させた、東茂草は、 給食官僚統治の主導権を握るが、264年、春1月、相次ぐ独断戦王のため兵権を剥奪され、逮捕された。独立の野心を抱いていた、商会は大軍勢を一人で統率するようになったので、脅威と共に、義に反逆し、古列を含む一部の将軍、役人を遊兵した。古列の元部下の岡立の重卒が、古列に食料を差し入れに来た。 また、それに倣って、古列の部下の重卒も、古列に食料を差し入れに来たが、古列はその重卒に、岡立が、極秘に情報を提供してくれた。商会は大穴を掘り、棒を数千本用意して、よその兵を順番に、棒で殴り殺して、穴に投げ込むつもりらしい。という嘘の情報を流した。また、片須久や王旗も、同様の情報を流した。これらの情報を聞いた。 古列の息子の子縁や守るら諸軍が、紹介、脅威を襲って殺し、紹介の乱は終わった。この乱で生徒は甚大な被害を受けた上に、トウモグサや、左シャキ諸軍、チョウツバサや食官大使、竜、ら多数の将兵が死亡したという。この時、王院の食器によると、宝徳の子供崩壊が、関羽の子孫を皆殺しにしたとされるが、陳珠はじめとする、職人の鹿は、 そのような記録は残していない。語は、諸君の破れたことを知ると、将軍の森剣を派遣して正常させ、援軍を送ると見せかけて、螺剣を攻撃しようとした。羅剣は、漢の滅亡は、呉の命運に関わることであるのに、呉は、我が難を救わず、利益を求め名役を違いようとする。すでに勘は滅び、後も長くは保たれないであろう。 どうして、クレに降ることができようかと言って、永安城を検守した。兵士たちがこの状況に動揺していたため、鎧をつくろい、城壁を修復し、兵糧を集め、設備を解いて激励したところ、皆命令に従った。264年、クレは、義の紹介、東も草が死んだことを知り、さらに精製軍を派遣し、不況に永安城を包囲させた。ラケンは、 義の鎮憲に使者を送る一方を、不況の軍を大いに破った。春2月、孫安は陸甲羅に兵三万を与えて永安城をさらに囲ませた。およそ半年の間、義の援軍は至らず、また城内の者の,の大半が病にかかった。ある者が羅憲に脱出の策を説いたが、羅憲は人しとは、 民が仰ぎ見るものであり、気球に臨んで民をよく休んせず捨て去ることは、君子のなすところではないとして入れなかった。秋七月、柴明は、古列を援軍として派遣し、陸甲羅を退却させた。羅剣はこの功績により、給食を委ねられ、両校将軍を拝命し、万年抵抗に封じられた。三国主教遺伝の敗将士の中によれば、孫森は、 脅威は防衛の任務につきながら敵を招き寄せ、領土を失った。と批判している。ありがとうございます。